図形総合2題、高専入試数学対策やっていきましょう。今回、効率入試から、まあ、簡単すぎず、難しすぎず、ちょうどいい問題見つけたので、やっていこうと思います。注意点として、三平方の定理、掃除、履修済み、習得済み、前提でお話を進めていくので、ご注意ください。 こちらまだ習得なさってない方は、こちらの再生リストおすすめなので、先に予習を済ませてくださいね。それでは早速やっていきましょう。今回三平方の定理使っていきますので、まだ習ってないよって人はこちら自由に使ってください。それでは山梨県の公立入試から出題です。カッコ1とカッコ2はめちゃくちゃ簡単なので大丈夫と思うんですけど、まあ、今回チャレンジしてほしいのは、やっぱり最後の問題ですね。えー、こちらが少し解き応えあるかな ま、簡単すぎず、難しすぎず、ちょうどいい難易度かなって思ったので、やっていきましょう。それでは皆さん、一時停止をして解いてください。解き終わった前提で答えと回答を出しちゃうので、気をつけてください。それでは、答えを出しちゃいます。はい、こちらです。まず、最初の問題が14センチ。次の問題が7分の12ルート5でした。なぜ、そうなるのか、なぜこうなるのかっていうのを確認していきましょう。まず、1番。これはもう基本問題ですね。この立体における AG は、まあ、対角線ですね。え、ここを空間図形を利用して、三平方の定理を使っていく流れになります。この立体から、 抜き出しました。そうすると、EG というところも、これ三平方の定理で出せますよね。ここの底面の図形を切り抜いたときに、ここに直角三角形があるので、まぁ、あ、12と6、12センチ、6センチ。で、ここ三平方使ったら6ルート5っていう風に出るかなって思います。仮に三平方使わなくても、1対2対ルート5という風に、比を三平方で出す。比自体を三平方で出して、比で計算しても大丈夫です。 6と12を2乗したら少し大きな数になりますからね。え3、ー、平方っていうのは比でも使えますから、1対2対ルート5というふうに3平方を使って、ルート5という比を出した後に6倍してあげても OK です。そしてめでたく EG が6ルート5というふうに分かったので、4センチ6ルート5でお目当てである対角線の AG を出せばよいのではないでしょうか。よってお目当ての AG2 乗っていうのは、4の2乗と6ルート5の2乗で計算して14センチということになります。196の時点で14の2乗って気づけるとベストですよね。それではカッコ2番行きましょう。 三角形 AEG において AG を底辺とした時の高さを求めなさい。ここの中途半端な高さっていうのは求める方法、普通できません。三辺法使おうかな、掃除を使おうかな、話がややこしくなります。せっかく底辺と高さ、最初の問題で分かったので、方程式を立ててあげましょう。AEG の面積は、高さ×底辺、底辺×高さ、えー、なので、4×6√5×2 分の2で12、12√5 という風に面積出すことができますね。で違うところを底辺としてみても、おそらく面積の値は変わらないはずです。 なので、ここで方程式を立ててあげるわけですね。なので、底辺を AG としたとき、高さを H と置きましょう。わからない、もしくは求めてくださいって言われているところを文字で置くっていうのは定石ですよね。なので、H とすると方程式立てられますね。面積が12ルート5というふうにわかっているので、どうなるかというと14、14× 高さ割る2が12ルート5になるという方程式を立てて、これを H について解くと答えになります。まあ、ここまでは準備運動です。ここから次の問題ね、どう解いたか確認してください。それでは、こちら。僕が解いた方法はこちらになりますね。え、要するにここの、ね、ここのピラミッドみたいなところ、ピラミッドみたいなところの表面積を求めないといけないので、側面積と底面積、側面積と底面積をそれぞれ出さないといけないわけですね。側面積の場合、こちら、すべてね、4つ分求める必要はなくて、えー、片方ずつ求めて2倍してあげればいいですね。これを求めて2倍。 で、こちらを求めて2倍してあげると、側面積になるかなと思います。それでは、まず、底面積はすぐ72って出せたはずなんですね。ここの HE F G、hefg、hefg、低面積は簡単です。12×6 で72って出せたと思うんですけど、側面積の値がちょっと難しかったかなと思います。これは、底辺る高さ。底辺×高さ。なので、e、ef の中点を j、he の中点を i としたとき、pj と PI がそれぞれの側面積を形成している、この PEF と PHE の高さに当たると。ここがわかるはずです。なんで中点なのかっていうと、二等辺三角形ですね、これ。二等辺三角形かつ、ここが中点なのでえ、二等辺三角形の性質として、頂点からね、ここ、下ろしたときに二等分するよ。で、しかもここ直行ですよ。ってことがわかっているので、えー、それを逆算して中点だと、ああ、設定しました。だから、PJ と PI が 今求めたい側面積を形成しているこの三角形の高さに当たると、紫と黄色をどうにかして求めればいいということになります。それでは続いていきますね。じゃあ、まず、三平方の定理を使おうと思いました。で、ここで大事なのが、これ、どこで切っても長方形になってるの分かりますかね ?A, B, G, C で切断しても長方形だし、こういうふうに、ここで切ってもね、ちょうどこの包丁で、ここ、ぐさって切っても長方形ですね。ここね、切断面が長方形になります。ここでポイントなんですけど、長方形は平行四辺形ですよね。 長方形形は平行四辺形ですよねで。ここで大事なのはここの対角線の性質です対角線がこういうふうに交わっているんですけどこれは絶対に中点で交わる何でかっていうと長方形は平行四辺形の仲間なので平行四辺形の性質を使っていいわけですだからどこで切断してもどこで切断してもどこで切断しても長方形なので基本的にこの点 P っていうのは 上方向に置いて、どこでも中点を取ってるっていう風に判断することができるわけです。だから、えー、ここからここまでと、ここからここまではちょうど等しいわけですね。だから、2センチ2センチっていう風にすぐわかるわけです。じゃ、これを使っていきますね。よって、ここの立体の高さっていうのは2センチなわけです。高さが4センチなので、で、今言った平行四辺形、長方形の性質で、対角線がね、中点で交わってるっていうのを使って、ここが2センチになるわけですね。PK は2センチです。で、かつ、こうですね。IK と JK。IK と JK っていうのも、えー、それぞれ中点になってますね。 えー、ここからここまでの半分。で、ここからここまでの半分。ってことで、それぞれ与えられている数字の半分の長さっていうのを求めてあげて、高さ 2cm、で、jk が 3cm、で、ij が 6cm っていうのを使うと、三平方の定理を適用できます。それぞれ pik、pik はどこかっていうとここやね、えっ、ー、と,と、pik と pjk、pik と pjk にそれぞれ三平方の定理を適用して、今欲しい pi と pj を、 斜辺とした直角三角三形を考えて、で今出したねこの値を入れてあげると、えー、出てくるわけですねじゃあ pi と pj の長さが分かりましたこれめでたしめでたしですよねこれで側面積を求めれるわけですよってそれぞれの側面積を形成しているこのね三角形の高さが分かったので底辺×高さ割る ÷2 底辺×高さ割る ÷2 で底辺×高さ割る ÷2 で底辺×高さ ÷2 で最後に底面積を足したらこちらになりますでこれ 本当にこれ答えなのって思うかもしれませんけど、これ公式の回答で同じ数字になってましたので、こちら正しい回答になっていると思います。はい。ということで以上でございます。じゃあ2問目いきますね。2問目の問題はこちらです。あ、2問目、あ、そうね。3の2問目ね。うん。3の丸2ですね。これは簡単です。全体の、えー、全体の体積と今求めたこのね、ピラミッド型の体積を求めればいいので、まあ高さが2。で、底面積が72。で、先が尖っているので3分の1。水位ですからね。で、48。 で、直方体は簡単です。低面積に高さをかけてあげれば288。で、これを約分すると1対6。最後の問題はなぜか簡単でしたね。ということで、1問目、全体の1問目は終了です。それでは2問目、秋田県から出題されました。まあ、やっぱり例に同じで、前半のね、このカッコ1カッコにはすごい簡単です。で、最後の問題ができるかどうかっていうのをちょっと頑張ってほしいかなっていうふうに思います。それでは三角形 EBC の面積に求めていきましょう。それでは、皆さんこれ全部解けた前提で、チャレンジし終えた前提でお話を進めていきますので気をつけてください。 それでは答えを表示しようと思います。答えはこちらです。60度8、8ルート3、そして18ルート3でした。それではなぜこのようになったのか確認していきましょう。まず問題解く前に分かること全部記入しておきたいですよね。え、まず12センチ、4センチ、90度、60度すべて書き込んだでしょうか。まあ、4センチ、12センチ、で、60度。そして、ここが逆算して30度。で、こことここが平行と言ってるので、錯覚でここも60度というふうに分かるはずです。で、あと4ルート3っていうのもいけますね。なんでかっていうと、ここで60度と30度って分かったので、1対2対、1対2対ルート3。 1>, 1対2対ルート3ということが分かったので、4ルート3、こちら比の計算で出せたはずです。それではここまででもう1番解けてます。錯覚で60度。カッコ2番え。まず CD が4ルート3って出せますよね。1対2対ルート3ってことが分かったので、ルート3倍してあげると4ルート3です。まあ、気づけなかった人は三平方の定理で出しても、まあまあまあ、可です。で、最後。ここの長さを求めよう。BD か。BD の長さを求めようって言われているので、三平方で、高さ底辺、斜辺。高さ底辺、斜辺。 高さ底辺斜辺斜ってここととととでで三平方を使うとというい風に出すすができます最後の問題。これね、回答答え方見たらね、そんなに難しくないんですけど、こうやって解くといいでしょうね。まず、ここの三角形求めなさいって言われてるんですけど、ま、全体の台形の面積を求めて、どうにかして面積比を使ってここを出すのかなって思ったんですけど、ま、どうやら単純に解けそうですね。どういう風に解くかというと、ここに補助線引きます。なんで補助線かというと、要するに、底辺分かってます。そして高さがわからないわけですね。 まず純粋に高さ求めに行ってもいいのかなって思ったわけです。だって高さ分かれば面積出せますからね。底辺かける高さ割れに。だから人情としては高さをまず求めに行ってもいいのかなと。面積比で求めていいんですけど、今回は高さで行きます。そうすると、全体の DC ですね。DC。この砂時計型の掃除の図形ね。この砂時計型の掃除同士の図形に対して、ここの高さが分かってるわけですね。4ルート3。これを利用するに越したことはありません。今回、4対12ということで、掃除比が1対3なわけですね。よって、ここに補助線を引いておくと、実はね、こことここ。 すなわち、ここからここまでとここからここまでって、やはり対応している変なので、ね、掃除同士の図形の対応している変なので、やっぱりここもね、1対3に習らっちゃうわけですね。掃除比の1対3に従うわけです。だから、全体を4としたとき、やはり1対3に分割してくれるわけです。よって、今求めたいここの三角形の高さが分かるわけですね。全体が4ルート3ってことは、それを1対3に分けるわけなので、やはりここは3ルート3。 まあ、比例式立ててもいいですよ。4対3は4ルート3対 x ってやってもいいし、もうこれ頭で分かりますよね。全体が4で4ルート3、4ルート3なわけだから、ここがもう3ルート3って分かりますよね。ルート3の頭についてるここの数字をそのまま変えればいいだけですからね。よって高さが3ルート3というふうに分かったので、まあ 12×3 ルート3、まあ底辺×高さ ÷2 で18ルート3というふうになるわけです。OK でしょうか。まあね、解き方聞いたらそんなに難しくないし。 でもこれ、ドツボにはまっちゃうと、解けない、みたいな問題の一つだと思うので、一応取り上げておきました。ということで、こちら皆さんどうだったでしょうかまあ、このぐらいのレベルがね、ちょうどいいぐらいかな。高専入試の最終問題手前ぐらいの難易度ですよね。え、これぐらいはスラスラ解けるようになっておくと嬉しいと思います。それでは今回の動画は終わっていきたいと思います。最後に広報です。面接の教材ですね。面接、え、推薦入試の教材になってます。ま、過去も欲しいなどんな問題出るのかなって知りたい方。え、これちらかなりおすすめですね。実際に受験生が高専入試、高専、推薦入試を受けて、どんな問題が出たのかっていうアンケートを答えてくれてます。何百人も。で、これをまとめている PDF になっています。概要欄に で配信中ですそしてマンツーマン添削指導もやっておりますこちらかなりおすすめですね実際にどういうところが間違ってるのかえこういう風に言い直した方がいいよこういう風に書き換えた方がいいよっていう風に作文小論文そして面接 添削することができるので、学校や塾の指導以外にも、ちょっとね、やっておきたいなって方は、おすすめです。概要欄にて募集中です。そして、動画講座ですね。こちら、登記講習とプレミアムパックという、それぞれサービスあるんですけど、えー、本番、8割9割、えー、がっちり特典して、高専合格したいなという方、えー、こちら、おすすめになっております。ぜひとも、お買い求めください。概要欄から募集中です。そして、最後、PDF 教材もやってますね。えー、こちら、高専入試によく出ている形式、傾向、単元。えー、こちらを編集して、まとめている問題集になってますので、こちらもかなり本番に効きます。ぜひとも、お買い求めください。ということで、今回はですね、え、 2台ほど程よい難易度ということでやらせていただきましたどうだったでしょうかまた違う動画で一緒に勉強していきましょうそれでは終わっていきたいと思いますあなたの選択肢に光線を a a c d p a c c a